スモーン、まあ、サモンですね。サモン召喚するっていう感じです。おお、召喚、火を召喚する、ここで登場します。エンティティを召喚することができます。おお、来た来た、まあ、エンティティって言ってもプレイヤーは召喚できませんよ、ね、ああ、まあもちろんね、うん、あの友達がいないからってさ、人ってのは無理です。はい書き方、はい書き方、スラッシュサモン、スモーン、スモーン、これですね。で次、召喚したいエンティティですね。まあ、モブだったり防具盾だったり何でもできます。何でもっていう、タブで押していけば何か出てくるから、いろいろね、弓とか、うん、弓じゃない、矢とか発射中の矢とか、うん、発射中の雪玉とかですね。これは ABC 順なんでね、うん、うん、俺チキンにします。チキンを召喚します。じゃあ僕はクリーパーにしますね。でこれはどうしましょうか、座標。この後は、この後、そうですね、座標。ああ、座標か。基本的にはあのサモンコマンドだったらさっきのカラカラカラ使って、おうほうほう、Y 軸を1マス上にすることでコマンドブロックの上に出すことができる。あ、これでいいんだ。はいはいはい。基本的には見たいときはこんな感じです。じゃあはい、どうぞ。お、ニワトリ君来ました。ディフィカルティハード、あ、そっか、そうですね。おお、ほんといっぱい出てきた。まあ、基本的な書き方はこんな感じです。なるほどね。ですね、このモブとかにいろいろな能力をつけられる、例えば HP を上げたりだとか、うん、ノックバック耐性だとかいろいろあるんですけども、うん、それの書き方も非常に複雑なので上級編でって感じですね。なるほど。で、まあ、そういうのが追加されるとは限らないですね。あ、そうだね、 BTU では分かんないですね、それは。まあ、なんでサモンはこんな感じかなっていう。そうですね、あとはまあ座標とか直接入れるっていう方法もあるということで、はい、これであの指定した場所にモンスターを出現させてダンジョンとかも作れますね。うん、あ、そっか、いけるね、それいけるね、うんうん、いきます。ギブですね、直訳で与えるになります。ああ、さっきコマンドブロック出すときにやったりとか、あれか。そうですね、まあこれが最初に紹介すべきだったと思いますが、その前にいろいろと紹介した方がいいと思いそうだね、うん、そうですね。でこれが初級編の最後のコマンドになります。はいはい。じゃあ入力方法も多分さっきコマンドブロック出してるんで分かると思います。まずスラッシュ、うん、はい、その後セレクターですね、まあアット P で、その後にアイテムになります。欲しいアイテム、欲しいアイテム、まあストーンとか。そうですね、タブ補充できますけどとてつもない量なんで。確かに、まあ、何文字か入力してからの方が。そうですね、頭文字 2,3 文字ぐらい入れたら、ね、パパッと出ると思います。はい、じゃあ実行してみましょう。はい、お、ストーン来ました。モンドソード来ました。おお、いいね、これ何でもできます。あとは、まあ、スペルさえ覚えとけば大丈夫ですね。スペルさえ覚えてなくても F3H でね、表示できるんでね、英語を。それでもできます。あ、そっか、あれね、うんうん、個数とか指定したい場合もありますよね。個数、そう、あ、そうですよ、個数とか。このままストーンで、まあ、何個にしようかな。で、そのアイテム名の後に空白からの数値ですね、最大で64まで。ですね、あ、64までなんだ。じゃあ65って打ってみようかな、なら。あ、 OK です。じゃあ僕10と打ちました。あ、増えない。あ、ほんとだ、64以下にしてくださいって書いてます。はい、じゃあ僕のこのパンプキン10、パンプキン10、押してみてください。あ、はい、はい、お、10個ありました。10個ですね。はい、これでアラジンさんも喜び。やったね、アラジンさん。まだあるんですけど、一回この E キーでアイテム欄開いてもらっていいですか。あ、はい、開きました。そうすると多分羊毛とかありますよね。羊毛、あ、はい、それ見るとなんか、あれ、全部ウールって書いてあるなって。ほんとだ、全部ウールだ。じゃあウールと入力してみようということで、ウールと入力しましょう。はい、これで実行しましょう。ウール、はい、白が貼りました。白だけですね。あれ、他のも書いてあるのになんで。
となりますね。はい、なりますね。あれ、これどうやって色を指定するんだろう。じゃあ試しにこの後にレッドとか入れてみようかなみたいな、うん、おウール、レッド、アンダーバーかな、はい、アンダーバーレッドで入れてみようか。あ、入らない、入らないですね。ってことで、はい、もうこの後にですね、まず数値入力します。で、この色とか指定する場合は必ず数値を入力しないと順番的にあれなんでダメなんで、はい、じゃあ例えば個数1だとします。ここはね、はい、その後に色を指定するんですけど、 E キーで開いてもらって、またね、で、この羊毛たちを見ていくと、シャープ00350とか1とか2とかあると思います。うん、ありますね。この0035はみんな同じです、ウールってことで。おお、そういうことか。その後に、スラッシュを挟んである数値、これが羊毛の 色を指定する。なるほど、はい。例えば紫を出したい、ドライさん紫を出したいときは、10番。そうですね、数値の後に10と入力しましょう。数値の後に10か、なるほど。はい、で数値が2つになるんですね。あ、紫になった。これで指定できるわけです。おお、これがあの数値を、最初の数値を入力してなかったらどうなるかっていうと、うん、そのまま最初数値、順番的に数値なんで10個与える。あ、本当だ、この色10個与えるってことなんです。白が10個ってことか。あ、たとえ1個であっても、うん、この色とか指定したい場合はちゃんと1個と入力してください。うーん、なるほどね。こうやってちゃんと1個と、1個なら1個と、そうですね、何個でも大丈夫ですけど。他にはあれですね、石ですね、はい、ストーン、ストーン、あの花崗岩とかそこら辺も全部ストーンとして。あ、そうなんだ。まとめ、あ、本当だ、ここも数字で書いてあります。あ、本当ですね、これ。あとはまあ木とかね。土も、粗い土とかもあるんだ。木も、あ、木もなんだ。あ、本当だ。色がついてるものは基本的にこのパウダーもね、数字ですね。コンクリートも。ああ、そうだね。もそうですし、ガラスとかも。あ、原木もそうなんだ。え、原木もそうか。違う。原木もそう。原木もそう。はい、本当だ。こういうのちょっとめんどくさいんですけど、まあ頑張ってくださいってことです。わかりました。アナドラ、あ、一つ質問があるんですけど、はい、この紫の羊毛を敷き詰めるときとかだとはどうなるんかな。いい質問をしてきまし、きましたくれました。はい、ではまず敷き詰めるコマンドって何コマンドだったか覚えてますか、ドライト君。はい、フィルコマンドです。よくできました、ありがとうございます。イエーイ。じゃあですよ、例えば、はい、こっから、まあ、ここら辺までの立体を敷き詰めたいとします。うん、じゃあいつも通りフィルコマンド入力してみましょう。どうぞ、ここに。はい、フィル頑張れ。で、あ、そっか、待てよ、そうだそうだ、ここか、これをしないといけなかったんだ。そう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 、これ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 、フィルで、シフタブで、オルトコンピー、オールコピーで、でこれに合わせて、でペーストタブで、その後にブロックですよね。はい、この場合ウールって書くんですよね。とりあえずその後はウールだけでとりあえずコピーして、コマンドブロック一回貼り付けましょう。はい、貼り付けまーす。で、OK、じゃあこれで普通に実行してみましょうか。はい、あ、白だ。これは白になりますね、ウール指定しないんで、うん、じゃあさっきのギブコマンドみたいに一回個数入力して10打ちましょう。はい、じゃあやってみてください。これか、今押したね、これ、うん、これやね、実行してみましょう。あれ、あれ、オレンジですね。オレンジだ。そうです、個数は関係ないんですね、別に何個とかはないんで。あ、で、こういう敷き詰める場合だったりっていうのは個数っていうか、まあ、まあ個数を省いて一気に最初の番号に行きます、うん、指定するね。
なるほど、この1ってのがいらなかったんだ。1がまあちょうどこのオレンジの4分の番号なんでオレンジになりました。うんうん、10だけでいいんだ。10ですね、10でやってやると、おお、おー、埋まってる埋まってる。じゃあコマンドの紹介はここまでですね、初級編の。はい、アナドラ。ああ、何ですか何ですか。実はですね、はい、コマンドブロック自体にも種類があります。え、オレンジだけじゃないんですか。そうです、右を見てください。色が違う。なんだってー。うわー、俺とシュウキさんとアラジンさん。そうですね、はいはい、まあ、名前もちゃんとありますよ、この子たち。あるんだ。はい、まずオレンジ、これがさっき持ってる、包み、このオレンジくんの名前がインパルスくんと言います。はい、インパルスくん、はい、はい、聞いたことありますけどそこは触れないで。はいはい、で次、緑の方はですね、チェーンくんと言います。チェーン、はい、チェーンで、紫がドライじゃなくてリピートくん。もう名前の言った感じか。はい、うんうん、そうですね。ちょっとじゃあ中開いてみましょうか、それぞれのコマンドブロック。はい、じゃあオレンジさておき、緑下の方を見てください。チェーン書いてありますね、ちゃんと左。はいはい、で別に他のとこは変わってるとこはないですね。右下常時実行ってありますが、これは後で後ほどってなります。あ、はい、わかりました。リピートくんも見ましょう。はい、左下にリピートが書いてありますね。うん、書き方自体、この開いた時の画面は変わりません。確かに、なんで簡単ですね、入力するとこも同じなんで。あ、よかった。で今は最初こんな置いてますけど、どうやってゲットするのって。そうですね、じゃあもうコマンドブロックを一回置いてみましょう。はい、で開くと、はい、やっぱインパルスくんなんで、左下インパルスになってますね。うん、インパルスくん、インパルスって部分を押すと、あ、チェーンくん、お、あ、リピートくん、あ、ほんとだ、変わるんだ。選択して完了するとその子の色になります。あ、ほんとだ、へえ、こうやって変えるんだ。はい、こうやって変えることができます。おお。ちゃんとこのね、人が変わると性格も変わるんですよ。そういうことか。いろいろ、あるので、まあ、そういうとこも設置していきたいと思います。はい、わかりました。一回壊しましょう。あ、はい。じゃまずさっきから使ってるインパルス君の特徴。はい。じゃあどうぞ。あ、俺が言うの？わかるかな？わかります。動力が入ると1回だけ起動するっていう感じですよね。できました。あ、よかった。はい、その通りです、1回だけになります。はい、でじゃあ、例えばたくさんのコマンドを用意したとしました。はい、それを一気に実行したい場合、うん、こうやってコマンドブロック並べるじゃないですか。うん、じゃあここコマンドを1個ずつ、じゃあ正コマンドにしましょう。せいで、じゃあ1、一番初めのとこ1、うん、順番に、せい2、せい3、せい4、せい5、入力しました。はい、でこの状態でやるとどこの部分まで行けるでしょうか、信号が。やっぱ最後まで行くんじゃないですか、これ。もう、じゃあ押してみましょう。はい、あれ、おっと、1だけですね。あれ、1だけだ。そうなんですよ、これはインパルス君はですね、直接信号を接してないと話聞いてくれないんですよ。ああ、そういうことか。いつも先生の隣じゃないと話を聞かないみたいな子ですね。その説明はよくわからんけどまあそういうことですね。で、こういう時どうするか。うん、じゃあ全部ボタンを置けばいいじゃないか。でもこれ大変ですよね。そうですね、こう一回一回もうその大変だよ。そうですよね。はい、これだけでもう 2×5 のスペースを取ってますね。うん、取っちゃってますね。実はですね、これを、はい、簡単に5つ同時に起動する方法があります。ちょっといいですか。あ、はい、
こうやってやりますよ。うん。で、チェーンモード、ここでチェーンくんが。お、チェーンくん。へぇ。じゃあ、試しにここ、2番のとこですね。ここをチェーンモードにしてみてください。はい。OK ですか。これで、起動してみましょう。はい。あら、1ですね。1だ。実はですね、チェーンくんは、チェーンモードにしたと同時に、動力が必要っていうところをクリックする必要があります。うん、あ、そうなんだ。あ、常時実行じゃないといけないんだ。常時実行じゃないとダメです。これは、システム的に、そうじゃないと起動しないです。あー、そうなんだ。それはそういうことか。明確な理由はわかんないんですけど、うん、使うときはこんな感じでやんないと思います。で、これで起動。あ、1、2来た。しかも同時ですね、これね、ほぼ。あ、ほぼ同時だ。これもに、あの、チックが関係してまして。へぇ。1個目のコマンドブロック、1チック目。もう1個目が2チック目に起動してるっていうような感じです。ほうほうほう。1チックのズレしかないです。この場合。あ、同時ではないんだ。同時で、正確には同時でないんですけど、同時に見えるようになっています。チックなんで。チックだから早いな、相当。だからこっちのボタンだと、あ、やばいやばいやばい。あーって同じで、何チックも。ズレがありますね、これで。うん、で、チェーン君もこれ1回しか実行してませんね、このチェーン君。確かに、常時実行なのに1回しかされてませんね。で、もう1回また押すと、こうやってね、チェーン君また仕事をしてくれます。まあ、ほほほ、でいう学級委員とか、そこら辺の役割の人ですね。うん、よくわかんないけど。よくわかんないですね、すいません。じゃあ、他のとこ、じゃあ3番目のとこも同じようにしてみましょう。はい、チェーンの常時実行。はい、じゃあこれで3までいきますね。おほほほ、ほんとだ。じゃあ4もやってみましょう。4も、はい。はい、4つまで。あ、つながるわけか。はいはいはい。つながるわけですね。はい、これで、ドーンと5まで。お、一気に。すごいすごい。はい、こんな感じでつながるんですけども。うん。え、マジですごいじゃん。じゃあ、こう、たくさん動こうぜ、みたいになる場合もあります。うん、で、これを全部たとえ、チェーン君にした場合でも、うん、ダメな部分があります。ここはどこでしょうか？ダメな部分？はい。どうでしょうね。この矢印が関係あるのかな？そうですね。いいですよ、ブライト君。出席番号1番。ありがとうございます。じゃあ、ここちょっと邪魔なんで省きますね。はい。この向きだったとしますよ。はい。じゃあ、チェーン君しましょう。さあ、これでどこまで行くでしょうか。さあ、予想してみてください。まあ、この4までかな。ほう。じゃあ、押してみましょう。はい。どう？お、4まで。実は、コマンドブロック、まあ、インパルス君、チェーン君、リピート君、全員共通していることなんですけど。はい。矢印が向いてる方向にさらに続けろっていう信号を送るわけです。ほうほう。このインパルス君はこっちのチェーン君に送ってますね。うんうん。チェーン君こっち送ってますね。そうですね。チェーン君こっち送ってますね。でもこのチェーン君はこっちに送れって言ってるんです。続けろって。おう。でもこっちにはブロックがないんで、こっちの5番目のとこには行かないです。なるほど。つまり、こっち、この4番目のチェーン君がこっちに動力を発してるってことは、つまりこっち側にまた続ければどうなるでしょうか。じゃあ、ここが来るわけですね。そうです。なんで、まあ、ここ5にした。5ですね。なるほど。これでですね、例えば、この5番目のチェーン君の旅行をした場合、うん、これ繋がると思いますか？いや、繋がるんじゃない？ここの子も向き的には、まあ、続けろ続けろってカクカクしてるので、ここでまたこうやって角度を変えることもできます。角度っていう向きですね。ほんとだ。で、6までいくと。あー、すごい。じゃあ、こんな感じですね。いっぱいつなげられるとか分かったところで、じゃあ先頭のこの子、はい、じゃあこの子インパルス君じゃなくてチェーン君にしちゃえばもう迷わずこうやってできるんじゃない。うんうん。やってみましょう。はい。してみましょう。はい。あれ？何も来ない。最初はですね、まあ、この後出てくるリピート君かインパルス君じゃないと
ダメってことですね。つまりこの子はつなぎ役ですね、この緑くんは。チェーン君。あー、そうなんだ。最初戦闘は、まあ戦闘は学級員がいるみたいに、戦闘がチェーン君だとうまくできないと。うん、よくわかんないけどね。はい。はい。あなたら、ちょっと質問があります。どうぞ。あの、今こうなってるじゃないですか、こうやって、はい、これが、はい、いや、こっち向き、こうぐるぐるって回転することでできるの。こうか。そうするとなる。そう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 。じゃあやってみますか。うん、これ邪魔なの。お分けしました。ずっと続くんかなって。はい、行きますよ。怖いな。あれ？はい。わかりますか？何もならない。え？どういうことかっていうと、これ、1秒間で全て、回ってるわけじゃないですか。うん。この2番目のですね、この背が一番小さい、背の順で言うとね、背が一番小さいこのチェーン君ですね。うん。この子が2つの方向から信号を送られてきちゃってるんですよ。あ、そういう意味になるんだ。おそらくそれで多分無理なんですね。あ、じゃあ一生回ることはないんだ、これで。そうです。これでずっと続けたい場合はまたあのリピート君が活躍しますので。おお、なるほど。ネクストリピート君行きましょう。行きましょう。はい、リピート君こんにちは、ということでリピート君登場です。じゃん、リピート来ました。リピート君はそのままですね、ずっとダダダダダって連打して実行するってことです。うんうん。例えば、この中に何を入力しようかな。ギブのアットへの、例えばストーンの1個ずつですね、これで。わかります、うん、あ、これですね、わかります。はい。プレイヤーに1個ずつ、ストーンが入るってやつね。これで実行してる間、このコマンドが連打されるわけです。じゃあ、打ってみましょう。はい。えい。うわわわわわ、はい。すごいすごいすごい。こんな、お分かりいただけただろうか。早っ。はい、これ1秒間に20個ってことですね。20チックある。ああ、なるほど。遅くなったけど。おお、ちょっとストップ。あ、動力が入ってる間はずっと続くってことか。そうですね。ここもですね、開いてもらうと右下にこの状態動力が必要と書いてありますね。これはそのままで動力が必要なんで、動力がいってる間だけ、うん、実行するとなります。連打ね。おお。逆にこの努力が実行ってところを常時実行にするとどうなるでしょう。やってみましょう。俺が？どうぞ。やるよ。はい。うわあ。レバーとか何も関係なく常に実行されます。そのままです。怖い怖い怖い。もうストップ。だからこの常時実行とその努力が必要っていうのは、このリピート君で表現するのが一番わかりやすいです。たくさんのコマンドをリピートしたい。おー、先に出てくるのはリピート君です。ストーンの他にもいろいろ手に入れたいというのは。じゃあ何しますか。うーん、ストーンとウールとか。じゃあ土にしときますね。ここは2番目は。はい、じゃあ4番目俺経験値にするわ。じゃあこれで実行する前にちょっと待ってください。何でしょうか。さっきインパルス君出た時チェーン君1回しか発動しなかったじゃないですか。うん。じゃあこれリピート君はずっと続くけど、チェーン君はずっと続かないんじゃない。え、そうなの。じゃあやってみましょう。はい、いきますよ。はい。わわ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 。あ、そう、経験値。そうだ、サバイバルにしないと分かんなかった。あ、そうです。しまった。アイテムどうなってんだ。うわー、なにこれ。サバイバルモードにしたんで、もう起動。わー、もうアイテム持てねえよ。僕も持てない。めちゃめちゃ落ちてる。吐き出してるよ。吐き出してる、吐き出してる。何これ。これだんだんね、HT が増えてくんで、ちょっと一回ストップしましょう。はい。チェーン君に、入力した土とかダイヤモンドもちゃんとゲットできてますね。おお。まあ、どういうことかと言いますと、要するにこのチェーン君は最初の先頭にいる学級委員の言うことを聞くっていうことですね。うん、よくわかんないけどそれは。
まあ、あのインパルス君もまあ1回しか実行しないので、チェーン君も真似て1回しか実行しないと。おう、そうやね、1回しか。チェーン君がリピート君になると、チェーン君たちもリピートするようになると、要するにそういうわけです。なるほど、そういうわけか。基本的にはこの3つの種類でこんな役割を持ってます。わかりました。はい。で、最後。一回どこでもいいんで、コマンドブロック開きましょうか。はい。あれ、まだ教えてない。なんか真ん中になんかありますね。あれ？無条件。無条件。押してみようか。無条件とは何？押すと何になりますか？条件付き。はい。じゃあ条件付きで一回 OK を押してみましょう。はい。じゃあ、あの、完了ですね。おっと、形が変わった。本当だ。変わってる。どういうことかっていうと、はい、この、条件付きになったリピート君、そのリピート君に信号を送るこの、うん、この、条件付きのチェーン君に信号を送るコマンドブロックです。要するにこっちですね。うん、この、こっち側のコマンドが成功してなかったら、うん、この条件付きの、チェーン君は実行しない。あるかな。ちょっと難しいですね。難しいね。条件付きのチェーン君。じゃあここではチェン君にしましょう。チェン。うっちゃんで。うっちゃんね。このチェンチェン君に、はい、このチェンチェン君のコマンドブロックですね、うん。に動力を送るコマンドブロックはこの先頭のこの子ですね。この場合。そうですね。この先頭のこのチェンチェン君にコマンドを送る、じゃあ このチェンチェン君に動力を送るコマンドブロックの中身にあるコマンドが成功してなかった場合、うん、チェンチェン君は動かない、動かない、実行されない。おお、どういう時に使えるかっていうと、例えば、うん、チェンチェン君の前にいるこのストーン、中身ストーンですね、うん、で、一番最後に E を消してみましょう。はい、E を消して完了しましょう。はい。そして、やってみましょう。はい。あれ？そうするとですね、奥の方は続いてますが、うん、この土くんは、土ですね、中に入っている土、ダート。ああ、ダートね、うん。土は一切もらってないですよね、インベントリ見る。確かにそうだ、もらってない。石ももらってないですね、まあ、この中のコマンドが間違っているということで、このコマンドブロックが成功してないんで、チェンチェン君も発動してない。あー、なるほど。でもその先のこれは無条件で続くということで。そうですね、だからそこの先も条件付きに2つともすれば、何も最初合ってないんで、もう何も起動しない。なるほどね。で、初めてこれがストーンになったら、そう、このチェンチェン君たちは手に入るってことか。そうですね、これを使っていろいろ応用することもできます。そうだよね、今のはちょっとストーンっていう文字を変えただけど、普通は違うよね、こんな方法じゃないよね。そう、こんな方法じゃないです。例えばどんなことで、後の方に出てくるテストフォアというコマンドがあるんですよ。うん、それはですね、セレクターを用いてどう、まあ、上級編になるんですけど、うん、例えばテストフォアアット P だったかなみたいな感じに入力すると、うん、あ、まあ、それは難しいね。テストフォア、じゃあドライトミッションにしましょう、うん、その場合、ドライトさんがいた場合、そのコマンド成功ログが流れます。あ、テストなんで確認するってことですね、うん、でそれドライトさんがいなかったら成功しないんで、テストフォアで成功した場合、条件付きの次のチェンチェンクが起動するみたいな。ああ、そういうことか。それと変わって、そのボスとなる、例えばボス作った場合に、うん、そのボスを、どうにかして選別するんですよ。選別で、そのボスがいた時に何かするとかっていうのもできます、チェンチェン。うん、まあこれはまだまだお先になるでしょう。そうですね、初心者軍には多分頭テンパってますよ、多分。多分このチェン、あれかな、もしかしたらこのどこかの位置に行ったらとかもある、もしかして。そうですね、どこかの位置に行ったらチンチン君が発動するもある。おお、なるほど。これはあのハイフワールドでよくありますね。そうですね、グレー
クラウジか、あれもあったわ、うん、まあありますね、うん、この説明で分かんなかった場合は何回も見直していただくかぐらいしかないですね。わかりました。あとはウィキで、はい、あとウィキで他人任せですけど